はい、スタートですね。スタートはまず内側の1番松岡選手が、ゆっくりとスタートを出て、そして2番の根田選手、3番の村田選手、という形になりますね。この並びで、隊列が整うことになると思います。前を取った、熊本勢ですね、松岡選手に森山選手1番6番、ここが前を取りました。そしてその後ろには、2番の根田選手がいますので、5番の、増谷選手と9番の、新田選手がこれから上昇してくると思います。2番5番9番の、南関東のラインです。そして、その後ろなんですけども、8番の、畑田選手、そして3番の村田選手ですね、ここが後ろ中段ということになって、最後方に4番7番、神田選手に皿谷選手という形に、なってきそうですね。このレースなんですけども、先行1社ということで、しかもラインが3社、南関東ラインですね、2番の、根田、そして5番の増谷、9番の、新田ということなんですけども、まあ、このやっぱり根田選手のラインが一番有利ですかね。あとはこの2社のラインがどういう形でレースを回して、根田選手の4番手あたりを取るのかなという感じですね。まあ、神田選手も、逃げの、ね、決まり手がついてるんですけども、やはり根田選手相手には、先行するのは、厳しいかなというところですので、実質ここは先行1社という形ですね。やっぱりレース的にはまずは、最後方の、4番の神田選手から、抑えていくと思うんですけども、私はこのレースからすると、畑田選手は、神田選手についていって、神田選手を、抑えて根田選手を出させた方が良かったのではないかなと思います。ここですよね。神田選手が抑えてきた時に先に、ね、畑田選手が切ったんですよね。これは逆に、神田選手を出させてから畑田選手が打掌で先頭にいると、根田選手が飛んできて、中段という形なんですけども、これはこう考えるとやっぱり、神田選手のレースの方がうまかったのかなって私は思いますね。そして、松岡選手も内側、ね、ついてくるんですけども、やはり村田選手もそこは譲ることが、できないということで、まあ、ここで、ね、後ろに一回バッティングしましたけども、まあ、逆に、この展開を村田選手はうまく使いましたよね。3コーナー8番手からこのコース見ててください。1番のうち、8番のうち、9番のうち、もう内外線間そのまままっすぐ行って2番、5番の間を突っ込んで、まあ、これは本当に、ね、直線の長い弥彦で、まして村田選手ね、手が明けの体でね、やっぱりここまで突っ込んでくるわけですから、まあ、さすがだなと思いますよね。このレースは3番の村田選手、そして9番の新田選手、そして5番の増谷選手という形でゴール決着しました。